ボールニシキヘビは、ニシキヘビかニシキヘビ族に分類されるヘビ。別名ボールパイソン、ロイヤルパイソン。ウガンダ西部、ガーナ、カメルーン北部、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、セネガル、スーダン南部、チャド南部、中央アフリカ共和国、東湖、ナイジェリア、ニジェール南部、ブルキナファソ、ベナン。 マリ共和国南部、リベリア全長100から150センチメートル。最大全長200センチメートル。胴体背面の斜め2列になったウロコの数は53から63。総排室口までの覆面にある幅の広いウロコの数は191から207。総排室口から後部のウロコの数は28から47。上唇を覆うウロコは10から12枚で。 5から6枚目の上唇板が眼下部にあり眼と接することもある。赤外線眼地器官は4から5枚目の上唇板まである。胴体は太い。体色は黒や脳褐色で褐色の反紋が入る。種賞味オリージェスは華麗な素晴らしいのい。卵は長径7.2から8.7センチメートル、短径5.2から6.1センチメートル。 草原やサバンナ、明けた森林、農耕地の周辺などに生息する。夜行性。頭部を中にイレーボールのように丸くなる防御行動を行い、和名や英名の由来になっている。食性は動物食で主に地表性の小型哺乳類などを食べる。繁殖形態は卵性。主に11翌2月に交尾を行う。1回に2から1個の卵を産む。 卵は25摂氏28度の環境下で3ヶ月、摂氏30度以上の環境下では2ヶ月で孵化する。生後3年で生成熟する。ペットとして飼育されることも多く、日本にも輸入されている。小型で安価なことから、以前はニシキヘビ飼育の入門種と紹介されることもあった。しかし主に流通していたのが、野生個体で輸送状態が悪く、 さらに本種の生態があまり知られていなかったことから、餌ずに命を落とす個体が多かった。近年になり、飼育か繁殖個体も流通し、本種の生態への理解も進み、餌いている個体であれば、以前に比べ飼育は優しくなった。現在は野生個体、飼育か繁殖個体ともに流通する。日本国内でも飼育か繁殖例は増加傾向にある。 動物愛護法の改正により、2007年現在、本種を飼育することに対しての特定動物飼育の許可の必要はない。現在は多くの品種が作出されている。ありがとうございます。